おはようございます。今日は1月21日、ラゾーナ川崎でリリースイベント初日です。なんか言いましたよ。丸天気はとりあえず寒い天気寒い絶対寒いから。天気寒い。体感温度はやばい3度。体感温度3度、絶対やばい。体感温度5度。3もう5度もないですよね。でも1年越しのリリーベですね。そうですね。もっとじゃない。もっとじゃん。1年半約。嬉しいみー。嬉しいみー。嬉しいみー。ゾーナ川崎第1部です。もう超久しぶり。なんかもう楽しいです。楽しいです。なんか胸が張り裂けそう。大丈夫。切ないんだけど、でも。楽しい。無駄に。ワクワクするよね、でももう。うわ、久々。このなんか寒い中始まるリリーベもさ、風物詩みたいになっちゃう。嫌いじゃない。毎年の。
走り続けて
皆さんこんにちは、私たち純白アイドルサミューです。よろしくお願いします。さあ、初めてサミューを見るよって方もいらっしゃると思いますし、今日を楽しみにしてくださってた方もいらっしゃると思うんですが、まずは簡単に自己紹介をさせてください。はい、マミンこと野々美です。マミン、ありがとうございます。今日はリリースイベント初日なので皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、セニャンこと新原瀬奈です。今日はですね、もういつも以上に元気いっぱい大きくパフォーマンスしていきたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、やんちゃんこと小林優衣です。やんちゃん、ありがとうございます。初めましての方もね、皆さんありがとうございます。最後までよかったら見ていってください。よろしくお願いします。イエイ。はい、あやなこと木下あやなです。はい、今日楽しみにしてくれた方、はい、そしてね、初めましての方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、皆さん最後までぜひサミューのライブ見ていってください。よろしくお願いします。はい、ミスこと西園ミスズです。ミス、ありがとうございます。なんかここのステージはドームにいるみたいですよね。なんかアリーナ席も2階席さん本当だね。感じ的にはちょっと広々楽しんでいきたいと思います。最後までぜひ見ていってください。よろしくお願いします。いや、風が気持ちいいですよね。気持ちいいですね。いい風だね。なんかね、外でライブするのもなんか久々な感じがしてね。でもお天気いいしね。そう、よかった。雲ない。今日ね、リリースイベントでこうやって来させてもらってますけど、はい、初めての方にもね、ちょっと聴いてもらいやすい曲を、はい、続いては聴いていただきたいなと思うんですけど。そうですね、先輩のカバー曲なんですけど、知ってる方は一緒にね、口ずさんでみたりとかしながら聴いてもらえたらいいなと思います。それは聴いてください。夢冒険。そんな君のそば、見守っていていい。
続けて聴いていただきました。はい、皆さんリリースイベント楽しんでいただけてますか？イエイ。
んかね、後ろ向いてもさ、人がいたりとかして、上の方にもね、ね、手振っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、土曜日ですもんね。ね、お休みも楽しめてますかね、皆さん。ね、今日ね、私たちなんでここに来ているかと言いますと、はい、私たちのニューシングルをリリースすることになりまして、はい、そのリリースが3月15日なんですけど、はい、そのリリースイベントで今日来させてもらっていて、そうですね、なんと今日はここで、ある発表があります。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。新曲が、あの両円面っていって2つ表題曲があるんですけど、はい、1つは風のミラージュという曲でも披露していて、はい、もう1つはまだタイトルもまだ発表してないんですよ。そうだね、そうですね。そのタイトルを今日はどうしよっかな。いや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 、教えてよ。発表しましょうか。しましょうよ。しましょう。みんなで、みんなで言おうよ。OK? OK? かわいいタイトルなんです、聞いてください。せーの、桜色プロミスです。はい。おーって言いづらかったね。ね。すいません。そう、桜色プロミスね、春の曲、春にリリースなんで春の曲を歌わせてもらうんですけど、はい、そのもう一つの曲の風のミラージュとはね、全然なんて言うんだろう、対照的というか、うん、そうだね。そう、楽しみにどっちも聴いていただける感じになるかなと思うんで、はい、もうね、レコーディングが終わったりいろいろしてるんですよ。準備してるんだよ。そう、で、その初披露、気になる初披露なんですけど、そうですね、気になるよね、初披露。私たちの4周年ワンマンライブが2月12日に渋谷の WWW で行われるんですが、はい、そこで初披露します。はい、イエイ。もうすぐだね。楽しみ。めっちゃね、早くやりたいよね。やりたい、うん、早く見てほしい。1ヶ月切ったもんね。そう、切りましたね。振り付けも衣装も全部楽しみにしててほしい。そう、楽しみ。はい、ということで次がね、最後の曲。あ、そうだ、あの、あれなんです、その4周年のワンマンライブのチケットがなんと、なんと、そうだ、今日から一般発売開始したんで、はい、その今日気になってくださった方とか、まだゲットしてない方はぜひぜひぜひ、家族で楽しんでもらえるライブなんです、私たちのライブ。すごい、家族で楽しんでもらえるライブなんです。なんかカバー曲をやらせてもらってたりとかするので、結構幅広く楽しんでいただけるかなと思うので、はい、あと初めての生演奏でのライブなんで、楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の曲はもう一つの表題曲を聴いていただきたいなと思います。聴いてください。ちょうど風が吹いてきましたが、ぴったりな曲です。聴いてください。風のミラージュ。覚えていますか、二人出会った頃を、一緒によく見た青空を、肩が触れるほど並んで歩いてた街で、あの日の面影探してる、
ありがとうございます。風のミラージュという曲を聴いていただきました。これが3月15日に桜色プロミスと一緒にリリースされますので楽しみに待っていてください。ありがとうございます。この後ですね、15時半から第2部もございます。はい、あの曲も全然ガラッと変わってくるかなと思って、で、ね、まだね、いられる方もまた見に来てほしいなと思いますが、この後ライブの後には特典会もありますので、ぜひ気軽に握手しに来てもらえたらなと、ぜひ、はい、一言ね、はい、お話できればなと思います。はい、皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。それでは以上、サミューでした。ありがとうございました。上の方で見てくれた皆さんもありがとうございました。